No.1 ルルがついにリリース。多彩な音楽性で新たなアイドル像を確立。インダストリアルメタルと EDM、ファンクの要素を取り入れ、攻撃的なサウンドで聴くものを魅了。n o ア,アイのファーストフルアルバム No.1 は、2024年の音楽シーンを代表する特別な作品だ。このアルバムは、ただのデビューアルバムではなく、 彼らが音楽業界で何を成し遂げようとしているのか、その方向性や野心がはっきりと表れている。3人のメンバー、平野翔神宮寺優太、岸優太がそれぞれ独自の道を追求し、さまざまな音楽的挑戦を行っている。能一は、これまでのアイドルポップの枠を超え、彼ら自身の表現を突き詰めた結果、独創的で豊かな音楽性を誇っている。まず、 このアルバムが特別である理由の一つは、その多様性にある。アルバムに収録されているすべての曲が異なるスタイルで構成されており、ミクスチャーロックや RB、ヒップホップなど、異なるジャンルが融合されている。個々の楽曲はバラバラでありながら、全体を通して一貫性を持っているのが印象的だ。まるで、異なる EP をシャッフルして聴いているような感覚でありながら、全体の流れは滑らかで、 きき手を引き込む力があるこの一貫性は、メンバー3人の歌声と表現力によって強固なシーンが作り出されているからこそ成り立っているのだろう。このアルバムにおいて、楽曲の豊かさと奥行きは、楽曲派アイドルとしての最新型ともいえる。桃色クローバー Z ヤビスなど、ジャンルを横断するアイドルグループが2010年代には多く登場したが、ナンバーアンダーライン愛はそれをさらに発展させ、 独自の道を歩んでいるように見える。特に、このアルバムに見られる音楽的越境性は、彼らがジャンルにとらわれず、音楽的に自由な表現を追求していることを示している。ここで特筆すべきは、ミクスチャーロックや RB、ヒップホップといった音楽ジャンルが再評価され、Y2K、2000年代前後の音楽シーンがリバイバルされつつあるという時代背景だ。ナンバーアンダーラインアイの楽曲も、 この流れを組んでいる例えば、アルバムのリード曲 INZM は、その代表例である。この楽曲は、インダストリアルメタルと EDM、そしてファンクの要素を取り入れた独自のサウンドが特徴的で、従来のアイドル楽曲にはない攻撃的でエッジの効いた作りになっている。一方で、同じ楽曲がアルバムの最後に登場する際には、コーンやレイジ、アゲインスト、ザ マシーンといったニューメタル的な要素が加わり、初期スリップノットや最近のニューメタルコアをクラブミュージック経由でつなぐような新鮮なアレンジが示されている。この大胆なアプローチは、ナンバー・アンダーライン愛が既存のジャンルにとらわれない、常に新しい音楽表現を模索していることを示している。また、アルバムの中盤に位置するナンバーズは、メンバーが自ら、ソロ、ソロ、ソロみたいな曲と説明する通り、 各メンバーの個性が最大限に引き出されている曲だ。それぞれのパートが独立しているかのように展開しながら、最終的に一つの楽曲としてまとまりを見せる。これは、アルバム全体が持つ多様性と統一性の象徴とも言えるだろう。さらに注目すべきは、バラードよりの楽曲群である。アイスは、ラテンやアフロビーツの要素を取り入れたメローなサウンドが特徴であり、夏の情景を思い起こさせる。 その一方で、ウンディがプロデュースを手がけた、透明になりたいは、シューゲイザーの音響を取り入れた幻想的なサウンドで、デフトーンズやクアンニックの影響を感じさせる。平野翔の、非現実的ながら現実的、というコメントが示すように、この楽曲は現実と夢の境界線を曖昧にするような、不思議な魅力を持っている。脳チは、既存のジャンルに収まりきらないオリジナリティとポピュラリティを両立させている。 多様な音楽的要素が盛り込まれているにもかかわらず、どの曲も彼ら自身のアイデンティティを失うことなく、しっかりとした芯を持っているのだ。このアルバムは、様々な音楽ジャンルやシーンのハブとして機能するだけでなく、ナンバーアンダーラインアイというグループの独自性を強く打ち出している。ここで注目すべきは、アルバムの曲順や構成が聴き手に対して挑戦的である点だ。例えば、 激しい曲の後にしっとりとしたバラードが続くなど、極端な温度差を感じる部分もある。しかし、この大胆な選曲が、逆にアルバム全体の魅力を高めている。まるで御礼交代欲のような体験を提供し、聞き手を飽きさせない構成になっているのだ。また、ファンに向けた楽曲 ILY も非常に興味深い。この曲は、彼らのファンに対する感謝と愛情が込められており、タイトルの ILY は ILOVE YOU の略であり、彼らのファンネーム ILY's の単数形でもある。この曲の歌詞には、僕は左で君が右側、愛で手を繋いでて、といったフレーズが登場し、ナンバーアンダーライン愛とファンとの強い絆を感じさせる。最後に、このアルバムの魅力をさらに深めるために、音楽プロデューサースイング王の言葉を引用したい。彼は、堂本剛、ドットエンドレッチェリー、 名義で活動しているが率いるファンクバンドについて、ヒップホップであれなんであれ、どのシーンの人たちでも結局ヒット曲を作らなきゃいけないっていう時に、どうしても J-POP 的な要素を求められてしまうと述べている。この言葉は、ナンバー・アンダーライン愛にも当てはまる。彼らは、コアな音楽性を持ちながらも、広く受け入れられるポピュラリティを備えている。これは、彼らがすでにアイドルとしての存在感を確立し、 その上で新しい音楽のコアを求めているからこそできることなのだ。ノーイチは、ただのデビュー作ではなく、ナンバーアンダーライン愛がこれからどのような道を進むのか、その先を予感させるような作品だ。彼らの音楽的冒険は、まだ始まったばかりであり、今後の活動にますます期待が高まる。ノーイチの魅力を語る上で、重要なのはこのアルバムが一つのアート作品として、どのように全体像を描いているかだ。 単なる楽曲の集合体ではなく、物語性やテーマが隠されていることが、アルバムの危機依頼をより一層深めている。例えば、アルバム全体を通じて感じられるのは、自己の探求と、人とのつながりという二つのテーマだ。アルバムの各曲がそれぞれ異なる視点からこれらのテーマを掘り下げ、まるでリスナーを内省的な旅へと誘うように展開している。最初のトラックからラストまで、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーがどのように自身を見つめ、成長していく過程が描かれている。冒頭の楽曲では、彼らが自らの不確かさや葛藤に向き合う様子が感じられるが、アルバムが進むにつれて、次第に確信を持ち始め、自分たちのアイデンティティを形作っていく様子がうかがえる。このような成長の過程は、多くの若者が共感できるテーマであり、 ナンバーアンダーライン愛の音楽が単なるエンターテインメントの枠を超えてリスナーの心に響く理由の一つだ。特に、事故の探求のテーマが最も強く感じられるのは、アルバム中盤に配置されたセルフ。この楽曲は、メンバーが自分自身と向き合い、時に自問自答を繰り返しながら、自分が何者であるかを問い続ける姿を描いている。歌詞には、鏡の中の自分は誰本当に知っているのか といったフレーズが散りりばめられており自己理解の難しさやそのプロセスがリアルに表現されている。この楽曲のビジュアルも非常に象徴的で、彼らが自身の内面と対話する姿がモノクロームの映像で描かれている。光と影のコントラストが強調され、自己認識の曖昧さや、アイドルとしての表と裏の二面性をも暗示しているようだ。また、人とのつながりというテーマに関しては、 いうという曲が特筆すべきだこの楽曲は彼らがファンや仲間との絆を再確認し、その大切さを歌い上げている。楽曲のサウンドは柔らかく、聴き心地の良いアコースティック調で構成されており、その温かみが直接的に感情に訴えかけてくる。歌詞の中で「君がいるから僕はここにいる」と繰り返されるフレーズは、ファンとの深い絆やアイドルとしての存在意義を問いかけるものであり、 ナンバーアンダーラインアイがアイドルとして、そしてアーティストとしてどれほどファンの存在を重要視しているかが伝わってくる。このように、アルバム全体を通じてテーマ性が強調される一方で、リスナーを驚かせる多くの音楽的なトリックも用意されている。例えば、各楽曲に微妙に異なるリズムやビートが使われており、サウンド面での驚きや変化が飽きさせない仕掛けとなっている。特に注目すべきは、 楽曲の間に挿入されるインタールードやサウンドエフェクトだ。これらは曲と曲をつなぐ役割を果たしながら、アルバム全体に一貫した世界観を持たせるための重要な要素となっている。例えば、ナンバーズの後に続く短いインタールードは、次のバラードへとスムーズに導く役割を果たし、感情の流れを途切れさせない工夫がされている。このような緻密な構成が、脳一を単なる音楽アルバムから、より大きな、 作品として昇華させている。楽曲一つ一つが独立して楽しめる一方で、アルバム全体を通して聴くことで初めて見えてくるテーマやストーリーがあり、その体験こそがナンバーアンダーラインアイの音楽の真髄だといえるだろう。リリース直後の反響も非常に大きく、多くのファンや音楽批評価から高評価を受けている。特に彼らの音楽的な挑戦に対する評価が高く、これまでのジャニーズ系アイドルが持っていた、ガタを破り、 新しい可能性を提示したことが称賛されている。また、彼らのビジュアルやパフォーマンスも注目されており、シングル曲やミュージックビデオが公開されるたびに SNS 上で話題となっている。NO1 は、n o ーアンダーライン愛にとっての始まりを象徴するアルバムであるが、それは単なる出発点ではない。彼らがすでに成熟したアーティストとして自らの世界観を確立し、 その音楽を通じてリスナーに強いメッセージを伝えようとしていることが、アルバム全体から感じ取れる。このアルバムは、彼らがどこへ向かうのか、今後の展望をも期待させるものであり、これからも彼らの音楽的冒険は続いていくだろう。これまでのアイドルグループが築いてきた道とは一線を画し、No.1 ア,アイは自らの音楽を通して新しい、アイドル像を提案している。その姿は、 かつて嵐が国民的アイドルとして広く認知されたように、彼らもまた新しい時代の象徴となり得る可能性を秘めている。脳一へはその第一歩であり、これからの彼らの音楽活動がどのように進化していくのか、目が離せない。